はい、どうも、ケイスケです。お願いします。はい、僕は普段インスタグラムや TikTok でファッションについて発信しております。ぜひ、概要欄からご覧ください。お願いします。で、まあ、すみません、風邪の病み上がりで喉が変な感じなんですけど、まあ、最後まで見ていただけると嬉しいです。お願いします。はい、今日は、まあ、僕が一応おしゃれになるためにやってきたことをざっくりと話していこうかなって思います。まあ、自分でなんかこのなんていうんだろう、おしゃれっていうのはちょっと照れるんですけど、照れるし、まあ、この前ショート動画かな、 YouTube ショートにも自分でシティボーイっていうのを草みたいな、そういうコメントが来たんですけど、まあ、自分でもそうシティボーイがとかいうのはちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、一応シティボーイみたいな感じでインフルエンサーみたいな感じでやらさせてもらってるので、そこはご愛嬌ください。お願いします。はい、ということで、まあ、5つねやってきたことがあるので、まあ、早速1つ目からじゃんじゃん簡単に言っていこうかなって思います。で、まず僕は、服に目覚めたみたいな、服に興味を持ち始めたのは大学1年生の頃ですね。大学1年生の頃から服に興味を持ち始めて今に至るっていう感じです。僕今24歳になる年ですね。4年生大学に通ってたなら、まあ、通ってたんですけど、新卒2年目に当たる代です。新卒2年目に当たる代です。なので、まあ、大学1年生の頃から服に目覚めて、まあ、だいたい5年間ぐらい経ちますね今は。で、僕がまず最初にやったことはアパレルでアルバイトをすることです。はい、アパレルでアルバイトです。まあ、アパレルって言っても僕はユニクロでバイトをしてたんですけど、それも自分から応募をしたんじゃなくて、友達が働いてて、でその友達が、まあ、1年生で、まあ、大学1年生の頃なんですけど、まあ、大学1年生の代がまだ少ないから一緒にやってくれないかみたいな感じで紹介をしてもらって、で入れたって感じで始めました。だから本当に服とかは興味なくて、本当に誘われて友達と一緒にバイトできるなら楽しいなっていう感じで始めたのがきっかけでした。で、まあ、アパレルでアルバイトすると何がいいかっていうと、まあ、普通の人が例えば月に 2,3 回とかしかその、まあ、アパレルお洋服屋さんに行かない中で、バイトをしてたらまあ週3とか4とか、まあ、僕は結構バイトをガチ勢というかバイト以外やることがなかったので、まあ、週5とかで入る日もあったし、だそうなってくるとやっぱり服に自然と触れる機会が増えるし、あとそのなんて言うんだろうな、まあ、特にユニクロとかはどんどん物の入れ替わりとかは激しいですし、まあ、他のアパレルでもそうか、入れ替わりが激しいので、そういうところにも敏感になれるっていうのがあったので、まあ、そういうのがいい経験になったかなっていう。アパレルでアルバイトしてるからこそ、やっぱいろんな最新のトレンドというか何も気づくことができるし、あとはそのやっぱ先輩とか、おしゃれな先輩とか、まあ、おしゃれな同期とかもまあいるので、そういう人たちがすごい参考になりますね、って感じでした。なので、まあ、これは僕がやったというか、まあ、自然に僕の服が好きになるきっかけになったことなので、まあ、一つ目にアパレルでアルバイトをするっていうことを入れさせていただきました。で、二つ目ですね、二つ目は、YouTube で僕はファッションを勉強しました。はい。まあ、今この皆さんが見ている YouTube ですね。YouTube で、僕が大学1年生の頃とかは、まだ YouTube とかも全然、まあ、栄えてないというか、あれだろうな、ほんと水溜りボンドさんとか、はじめ社長、ガキンさんとかが輝いてた。まあ、今も輝いてると思うんですけど、そこ以外は他に YouTuber がいなかったみたいな時代だったんで。で、服は、まあ、ゲンジさん。僕はゲンジさんを見てて、まあ、ほんとそれしか知らなくて、僕ほんと知識が浅くていろいろ。で、僕はゲンジさんの動画とか見て、それのきっかけも、ユニクロなんですけど、ユニクロはそのアルバイトするときにユニクロのものを着なきゃいけないの でそれがダサいのはちょっと嫌だなっていうのがあって、で、まあ、ユニクロでおすすめのアイテムとかを YouTube で調べたらゲンジさんを見つけて、でゲンジさんのいろいろなんかその
見て、色合わせだったりそういう組み合わせとかいうのを見て、なんとなく服を覚えていったっていう感じです。まあその本当に今は本当に TikTok もあるしインスタもあるし、まあ、もちろん今も YouTube もありますし、まあ、僕の YouTube とかを見てくれるとすごい嬉しいんですけど、本当にいろいろ知識を取り入れられる環境はいっぱいあると思うので、まあ、YouTube もその一つとしていろいろ使ってみるといいんじゃないかなって思います。はい、2つ目はそんな感じです。で、3つ目ですね。3つ目は先輩だったりいいなと思う人を真似ることです。真似することです。はい、まあさっきもね、さっきからちょろちょろ言ってるんですけど、ユニクロの先輩は僕は結構参考にしてたですね。はい、なんて言うんだろうな、まあもちろん服に興味ある人もいますし、服に興味ない人もいるんですけど、まあ特にユニクロで働いてる時なんかはみんなユニクロのものを全身着なきゃいけないので、靴とかアクセサリー以外は、アクセサリー自体つけちゃダメか、靴とか本当小物以外はユニクロのもの、上下はユニクロのものを着てるので、もうそれでおしゃれな人もいるので、そういう先輩たちを見て、あ、これとこれ合わせればいいんだとかいうのを盗んでました。はい、あ、こういう合わせ方あるんだとか、そういうのを見て、でその人もユニクロの着てるし、だから、あ、自分も茶飯しようとか思って、あとはそうですね、いいなと思った人、街中とか、まあ、ほんとインスタグラムとか、それこそインフルエンサーとかを見ていいなと思った人を真似てましたね。まあ、その街中とかインフルエンサーを真似てたっていうのはあんまり僕は薄いんですけど、もともと SNS とかあんまり見ない人だったので、今自分が SNS で発信しているのが不思議なぐらい、全然インフルエンサーとか見てなかったので、まあ、特に今はいろんなインフルエンサーの方がいますし、いろんな発信者、まあ、いろんな TikTok でショート動画流れてたりとかもあると思うので、さっきと同じことになっちゃうんですけど、まあ、そういったところでも参考になる人、いいなと思う人をどんどん真似ていくのがいいのかなと思います。まあ、そうしてるうちに自分はこれが似合わないなとか、逆に自分はこういうのが似合うなとかいうのがだんだん分かってくるし、友達に褒められたりとかすると、あ、これがいいんだとかなって、自分の形みたいなのが決まっていくと思うので、なんかまあそれこそ僕は今発信者側なので、ぜひとも僕をこの動画を見てくださっている方はぜひとも僕を参考にしていただけると嬉しいんですけど、まあ、僕のスタイルが似合わないとか僕のスタイルが好みじゃなくなったとかいう人もいると思うので、そうなったとしたら、まあ、他の動画だったり他のインフルエンサーさんだったり、まあそれこそ友達とかを参考にしてみたりするのがいいんじゃないかなと思います。なんかそこには変なプライドを持たずに、本当に何て言うんだろう、自分を向上させるために何か真似するっていうのは全然悪いことじゃないと思うので、真似をしてからそこから自分の形に落とし込んでいくっていうのが一番いいのかなって思います。はい、なので3つ目、僕は友達だったりまあ、いいなと思う人を真似てました。はい、で4つ目ですね。4つ目は、雑誌を見ることですね。雑誌です。で雑誌を見るのは、なんて言うんだろうな、本当に立ち読みとかでもいいのかなって、立ち読みとかをしてました、正直。まあ、立ち読みというか、なんて言うんだろうな、蔦屋家電みたいなところがあるじゃないですか、東京には。まあ、他の県にもあるかもしれないんですけど、僕は東京なので、蔦屋家電とかね、スタバとか買えば本をなんか、なんて言うんだろうな、試し読みみたいな検討できるんです、ね、座って。でそれで僕は、ポパイだったりファッチをよく見てました。今は、ウォーモとかメンズノンノとか、あとはゴーアウトとか、そこら辺も見るんですけど、まあ、この5つぐらいですね、一応見るの。あと女性雑誌もたまーに見ます。たまーに、クルーエルとか、まあ、ファッチもそうですし、あとジゼルとか、なんか興味本位でちょろっと見たりはします。ただまあポパイとかファッチ、まあ、ここら辺は、まあ、僕のスタイルが好きな方にはすごい刺さるかなって思います。まあ、僕もその海外に憧れがもともとあって、ずっとちっちゃい頃からサッカーをやってて、でマンチェスターユナイテッドが僕は好きだったので、まあ、今も好きなんですけど、マンチェスターユナイテッドが好き でそこから海外のサッカーとかをいろいろ見るようになって、で海外のそのなんていうのカルチャーとか、
街並みとかそういうのも見るようになってるくうちに、まあすごいなんて言うんだろうな、服装とかもすごいラフでかっこいいし、なんかそういうのにどんどん憧れてって、で今もその、まあ、ポパイだったりファッチだったりみたいな、そういう海外っぽいあのラフな本当今でいうシティボーイスタイルが好きになって、まあもちろんアメカジとかもあるんですけど、僕はそういうなんかちょっとラフな感じが好きだったので、そういうポパイとかファッチを読むようになりました。で、メリットとしては本当にあの、まあ、プロの方が作ってるものなので、まあ、いいブランドだったり、なんか新しい発見みたいのがすごい多いです。ただブランド、なんて言うんだろうな、雑誌に載ってる服ってすごい高かったりする、お金がかかったりするので、まあ、それで見て、まあ、この服いいな、どこのブランドだろうってなった時に、こう下の方に試着書いてあって何々3万円とかなってて、まあ、当時大学生だった僕からしたらこんな金出せないよみたいなっていうのになってたんで、まあ今ね、雑誌を読んでる大学生とかはそうなってると思うんですけど、そうだからそうなってたので、だそれで、似たようなのを、他のお店で見つけたりとかをしてました。はい、がそんな感じで雑誌を使ってました。で今も、本当にインプットするためにいろいろ読んだりします。ちょっと今ざっくり近くにあったものを持ってきたんですけど、まあこういうポパイだったり、あとまあこれファッチですね、ファッチ冬のものなんですけどね、これは。であとこういうウオモとかを読みます。まあ雑誌に、なんていうの、雑誌の紹介の需要があればまたゆっくりいろいろ紹介しようと思います。なので服に対してもっと詳しくなりたいとか、 YouTube とか SNS で満足できなくなった人は雑誌を読むのがいいかなと思います。僕は最近はB マガジンってやつで読んでます。はい、普通に毎月500円ぐらい払って、そしたらもう1ヶ月どんな雑誌でも読み放題なので、ファッションじゃなくてもいろんな雑誌読み放題なので、僕はそれで読むようにしてます。それの方がコスパがいいですし、かさばらないからいい感じです。じゃあ最後勧めですね。勧めは今まあ言ったことに近いんですけど、まあ、ブランドを知るっていうことですね。ブランドを知ることです。まあこれは本当雑誌を読んで気になったブランドをインスタグラムで調べるっていうことです。やばい、言葉がやばいんですけど、はい、そうですね、まあこれは本当これに尽きるんですけど、気になったブランドをインスタグラムで調べると、まあ、インスタグラムで一気にそのブランドの写真がたくさん見れて、でその世界観をざっくり見て、あ好きだなって思ったら、まあ、商品ページとか飛んでサイトにね飛んでみて、でそれでいいなと思ったらまあ、ちょっと検討してみる。まあすぐに購入はできなかったりすると思うので、雑誌に載ってる価格帯だと検討してみて、どこにお店にはどこに置いてあるかなとか、まあ、実際にやっぱ高いものって手に取って触って試着してみてとかしないと不安だと思うので、まあ、僕は不安なタイプなので、実際置いてある店舗を、ファッションプレスかな、ファッションプレスってサイトだった気がします。で調べて、でお店に足運んで触ってみて試着してみて店員さんにいろいろ聞いてみて買ってみるみたいないう流れで服を買ってます。大体オンラインでしかないやつ以外の感じですね。だからまあ5つ目は4つ目とほぼ同じなんですけど、雑誌を読んだ後にインスタグラムでそのブランドを調べてみてそのブランドを知るっていうことですね。はい、そんな感じです。ざっくり言うとこんな感じです。まあもちろんまあアパレルでバイトしててこういうことがあってこういうことがあってこういうのもあったんだよっていう話ももっとたくさんあるんですけど、そういう話してたらもうこの動画めっちゃ長くなっちゃうので、今回はざっくりやったこととしてまとめさせていただきました。いかがだったでしょうか。まあもちろん服装に関してはおしゃれになって損することはないと思うので、お金使いすぎたなとか思うぐらいなんで、はい、おしゃれになる分にはすごくいいことだと思うので、ぜひ僕のこのやったことはあくまで僕がやったっていうだけなので、他の人は他の人なりにいろいろやったことがあると思うので、なんていうんだろうな、一意見として参考にしてみてください。ということで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。